呂布は遠州から曹操の軍勢を一掃し遠州牧となった。さらば流浪の日々、鬼神は地を得て乱世に大きく躍り出る。この時遠州の周辺はまさに群雄割拠の様相を呈していた。北に広範な地盤を築いた袁紹、東に唐県から徐州を託された劉備、そして袁紹を失ったとはいえ未だ強大な力を持つ曹操、それらを制し天下へと進む。思い描く未来に呂布の心はたぎった。1年後、力を盛り返した曹操が敵を劉備と見定めて動き出す。圧倒的な曹操の軍勢、劉備はこれに対すべく呂布に救援を求めた。呂布は要請を了承すると陳宮らと共に徐州へと向かう。そこで呂布を待っていたのは思いがけない者との再会であった。かつて共に戦った敵長征、数奇なる運命が鬼神を導く。両方戦の分、誰にも止められはせん。これも天下への大事な大事な一手。この機に曹操を討ち、一息に中原を我らのものとしましょうぞ。呂布殿、援軍感謝する。貴殿の武勇があれば千人力だ。ふん、帝刀の借りを返しに来ただけだ。これはまさにそなたの言う通りのお方だ。長征、宝泉様、先日の援軍は実は長征殿に頼まれてのことなのです。しかしおかげで今こうして呂布殿を迎えられた。では後ほど軍議で。戦の支度が整いますぞ。宝泉様は心配するなとおっしゃいました。ならば私には申し上げることはありません。宝泉様と共に長安へ、それが私にできることのすべてです。いや、まさにまさにこれこそ渡りに船。劉備と連合して曹操と対せようとは。曹操さえ撃てば呂布殿の天下は目前。我らの描くよ遠からず現実のものとなろう。劉備軍にはなかなかの豪遊がおられる。あの関羽という御人、呂布殿に次ぐやも武人同士得るものもあろう。いずれ吉見を結び語らいたいものだ。曹操め、勢いだけは大したものよ。前線の救援急がねばなりませんぞ。
両夫殺し、主君殺しと言われているが、両夫なる男、どうして義に厚いではないか。援軍に遅れを取っては武人の名折れ、拙者も一層奮戦せねばなるまいな。まさか呂布に助けられる日が来るとはな。乱世ってな、わからねえもんだぜ。けどま、用心はしておかねえとな。人間ってな、そうそう変わらねえもんだ。曹操はかねてよりこの徐州を狙っている。徐州牧刀剣殿はそれを憂いつつ世を去った。今は私が刀剣殿から徐州を預かるに、故に何としても曹操の非道を止めるのだ。呂布殿、期待している。曹操の軍をその力で退けてほしい。ふん、すぐに終わらせてやる。出るぞ、門を開け。劉備よ、曹操など俺の敵ではない。すぐに片付けてやる。味方が前線に取り残されている。すまんが彼らを助け出してほしい。な、子供、椅子の味方の救援に向かおうぞ。劉備だけじゃなく呂布も相手だよ。このような嫌な予感がするぜ。最強の武を見せてやる。人も寄せつけぬ武勇。さすが宝仙様です。もはやこれまでかと思っていました。救援感謝します。呂布め、さすがにやりやがるぜ。俺様も負けてられっかよ。さすがは呂布殿の軍だ。私たちも負けてはおれんな。救援は順調、順調に進んでおりますな。このまま進めば曹操軍本体も叩けましょう。伏せろ。
ここは一つ天気の力に頼るとしましょうか。呂布が劉備につくとこの様子とはいられません。死力を尽くします。ありがたい。では我らは城に戻り本隊と合流します。呂布様に向け、この戦絶対に勝つぞ。援軍とは願ってもない。ここから巻き返しましょうぞ。整いましたな。南の敵はこれにて打ち払いましょうぞ。呂布殿に頼ってばかりはおれん。お前へ出るぞ。劉備が城を出ただけ。大将たる者の動きも心得ぬか。劉備の城に兵を集め、やつの首を取りこの戦を終えるぞ。無理はするな。お前はか、俺と共に来れ。ボーシェン様、私はどこまでもボーシェン様と共に。お見事、見せつけてくれますな。さすが宝仙様です。劉備、貴様の首私が跳ねてやろう。何、陛下、私は何と言わずなのだ。その勢い誰にも止められますまい。おお、助かったぞ。そなたの働き、感謝の言葉もない。
さすが呂布殿の武にかなうものなどおりますまい。さてどんな感じでとっちめてやろうか。ありが、今日の勝負はここまでだ。敵将、討ち取ったぞ。ここは引かねばならんか。だが我が波動はまだついえたわけではない。敵将討ち取ったぞ。この戦劉備ではなく呂布に敗れたか。やむを得ぬ。ここは引くとしよう。フン、曹操などもはや俺の敵ではない。劉備よ、帝都での借りは返したぞ。
その脅威に怯えた炎術は配下である孫策に呂布討伐を命じた。孫家は今でこそ炎術の下にあるも盛況な武門の一族。強き者との戦を願う鬼神にとってまたとない相手である。この動きを知った呂布は長領長仙らと共に南進。孫策と炎術が軍を整える五軍の地へと踏み込んだ。天下に無双たる男はいずれか今武人たちの血が熱くたぎる。両方戦の部誰にも止められはせん。北での戦いが終われば次は南。乱世とは核も争いが多いものなのですね。争いを止めるのも武の力ならば、宝泉様の天下早く実現いたしましょう。孫悟は兵法家の孫氏を祖とするとのこと。当然戦も達者であろう。ならばこそ武人としてたぎるというもの。この戦に勝ち武名を天下に轟かせん。この戦炎術など気にすることもなし。しかし孫悟の軍は手強い。手強いでしょうな。中でも現当主孫策は小覇王と呼ばれる男。戦に長し急速に勢力を強めたとか。そんな男がなぜ炎術などの下にいる。そこはそれ、炎家はあれで名門ですからな。いろいろと事情はあるのかと。フン、まあいい。陣急、策の方は任せたぞ。出るぞ、門を開け。出てこい小覇王。不自然な撤退ですな。しかし今は前へ進むほかありません。まんまとおびき出されたな。うかつなり呂布軍。やはりやはり敵の計略でしたな。読めている罠など怖くもありませんぞ。破れようと。戦は知略でするものぞ。おい知るがよい。私の知略が破れようと。
鴻外殿、今だ。我らの力見せつけてやろう。どうや大使人、やらいでか。一人でのどが現れた。後悔してもの遅いぞ。勇気だけは認めよう。無事に帰れると思うなよ。お主がわしの相手か。勝負せいや。実に静かなものですが、であれば、ここは敵の強撃を警戒すべきかと。私はこのまま進んだ後、兵を伏せます。皆さんは西の敵伏兵を探して撃ってくださるように。現れおったな、呂布の軍命。ここは絶対に通さぬぞ。正々堂々戦った結果だ。一旦引こう。だが次はこうはいかんぞ。さすがさすが、よほどの僕にかなう者などおりますまい。この俺が相手で、かい。なんとも見せつける。おそらくはここ。ここが策のよう。では皆さん、西の伏兵は頼みましたぞ。ここは引く。おお、素晴らしきお働き。
まんまと私の策にはまったか。万有なる呂布軍、恐るるに足らず。屈辱、この屈辱は忘れませぬぞ。必ずや我が秘策をもって我が身を注がねば。おい、最初我が自由で葬ってくれるわ。お手柔らかにね。お働き、お見事、見つけてくれますな。最強の具を見つけてやる。様には指一本触れさせんぞ。貴様ら全員ここで果ててしまえ。
素晴らしきお働き。会いたかったぜ。貴様が孫策か。さすが、騎士なんて呼ばれるだけあるぜ。楽しませてくれそうだな。え？ああそうだ、俺は楽しみに来たんだ。さあ思いっきりやろうぜ。僕も部門ももはや敵ではない。行くぞ。天下の頂点に立つのは俺たちだ。各氏らを討ち、帝を手中に収め
の董卓と同じではないか。呂布は考える。ならば己が取るべき道は。一方袁紹は呂布が天下への最後の一手を打つと察知。これを阻止するべく命を破り呂布に対し大軍を差し向けた。天下を制するは己。袁紹の息を感じ呂布はこれを迎え撃つ。長領陳宮も袁紹の大軍を前に機嫌を上げる。勝つのは飛信か明族か。決戦の地関都に両雄が激突する。両方戦の部誰にも止められはせん。袁紹め、手を組むだの戦うだのと、なんとせわしない。致し方なしかと。それほど我らは乱世の脅威となったのです。なればこの勢いに乗じるべし。今の我らの前に怖いものなどありません。しかし、これほどの軍を要するとは。おそらくはこの乱世に最大の勢力か。なんの数を頼んだところで呂布殿にかなうべくもなし。さあ世間知らずの名族殿に力の差を教えてやりましょうぞ。呂布殿の道を阻む者、この趙文猿が撃滅せん。よし行くぞ。袁紹、俺たちが怖くなる。立ち塞がるならば容赦せんぞ。両夫め、貴様の進撃もここで終わりよ。進め、名族の軍の盛況さを示すのだ。大軍と平坦戦の旗が崩れるのは必然。両夫殿、まず平坦戦を寸断しましょうぞ。長領殿には遠心を取ってもらいましょう。敵の要所放ってはおけません。お二人の動きはこれでよし。さて私は援護に回りましょう。帰れ飛び込んで乱言うよな。いざこの顔料が相手をしてくれるわ。で現れるとは面白い。私が相手になってやる。平坦が一部断たれたと。まあ捨ておいてよい。平坦は他にもある。守備は上々ですが、我らが優位に立つのも間もなくですな。お見事、見せつけてくれますな。さあ、気がかり、お前なんざひとひねりだ。ねえ、勝ったと思うなよ。敵将、討ち取ったぞ。
こちらの婦人における花散らすなどこの超侵害が許しませんよ。さあ来やがれ、お前なんざひとひねりだ。つまらんな。これで勝ったと思うなよ。敵将討ち取ったぞ。おお、素晴らしいご活躍。かつて靴輪を並べ、今は刃を交えるか。行くぞ、この分身。敵に情けはかけん。全身に徹しましょうぞ。散りゆく美しさなど私には不要。またお会いしましょう。おお、素晴らしきお働き。
戦は知略でするものぞ。見知るがよわ。私の知略が破れようと。敵将討ち取ったぞ。炎章に貸しを作れとはな。まあいい、さっさと終わらせるぞ。そうそうめ、やはり我が地球を。行け、見事呂布を打ち倒してみせよう。ここは二手に分かれて敵の格乱だ。呂布軍を慌てさせてやろうじゃないか。
しようもねえ。突出すればどうなる？思って知るがいい。私の知略が破れようと。敵将、討ち取ったぞ。王族の軍が獣の群れに敗れるなんて許されぬぞ。この炎本書直々に貴様を成敗してくれる。逆らわんことだ。